はい、今月も始まりましたトイラジ MC を務める大越智恵と超徳吉高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今月も始まりましたね、はい、始まりましたね。あれ、前回が湯山へ、はい、無形温泉の、もう一月ぐらい経ったっていう、ね、早いこと。一月は経ってないのかな。経ってない、経ってはいない、うん、だよね、うん、なんか最近トイラジ月一なようで月一じゃなくなってきてるので、そうですね、なんかちょいちょい、そうそう、一人でやったり、一人だと思ったら一人じゃなかったり、じゃなかったり、いろんなことがあるんで、うん、なんかね、なんか1ヶ月のペースが分かりづらいね。ちょいちょいなんか、うん、そうそうそう、トイラジやってる感じ、月一放送が来たから一月経ったんだの感覚じゃないからね、うん、ちょっとね、うんうん、あれですけど、まあ、はい、今回で16回、はい、何気に16回、すごくない？ねえ、ねえ、結構ね、長くやってますね。意外と持つじゃんトイラジ。意外に真面目に続いてます ね, ね。謎の小部屋からなかなか出られないけども、うん、なんとか続くもんで、ねえ、ねえ、毎月楽しくやれるもんだなと改めて思ってますけども、はい、うん、はい、今月も毎月1回かどうかわからないですけども。ホビー情報をまったり紹介していくと、はい、ゆるっとまったりなんだね、まったり、ね、うん、ね、紹介していきたいですね。紹介していこうと、今月もね、はい、やっていきましょうよ。はい、うん、ではまずは、まずはこちらのコーナーからいきますかね、はい、はい、近況報告のコーナーです。ね、毎月毎月いつどっちかの告知がなくなるかどうかでヒヤヒヤしてる、ね、結構ヒヤヒヤですかね。なくなるとさ、あの、うん、玉入れで負けたみたいな気持ちになると思うんだよね。あの、ね、作例乗りました、作例乗りました。大御所の方だけ教室教室なんかあーポーンみたいな、あー負けたんだ。何もない、空っぽやってなるけど、ね、今月はいかがでしょうか。はい、今月はですね、うん、私の方はあのもうすぐ夏休みということもありまして、うん、あのいろんな場所でですね、模型教室やらせていただくんですけれども、繁忙期です ね、うん、ありがたいことでいろんな場所で、ね、呼んでいただいておりますが、来週ですね、うん、愛知県一宮市にあります、うん、娯楽王プラモ塾さんで、プラモデル交流会 Z というイベントに参加させていただきます。はい、うん、はい、でこちらがですね、まあ、会員登録っていうのが、うん、まあ、プラモ塾さん必要なんですけど、会員じゃない方も、うん、あの参加できるイベントということで、はい、一回も行ったことないよっていう方もぜひ、お近くの方はぜひぜひいらしていただければ嬉しいなと思います。うん、はい、お仕事で地方に呼ばれるのいいですね。嬉しい、ね、ね、きしめん食べて、ね、オフィシャル旅行な感じで ね、うん、美味しいもの食べて帰ってくるんだ ね、嬉しいですね。 あ、 いいね、あのプラモデルアイドルの高坂きのちゃんと一緒にイベントをやらせていただきますので、はい、ぜひ皆さん参加していただければと思います。はい、第1部がですね、うん、12時から16時までの、プラモデル制作会ということで、うん、あの参加してくださってる皆さんと一緒にプラモデルを作ります。うん、で第2部があの、SD ガンダムを使ってちょっとゲームをしてみようということで、うん、ポンポン相撲というゲームを、ポンポン、はい、うん、やります。うん、はい、でこちら SD ガンダムだったら何でも OK で改造も OK だそうなので、うん、参加される皆さんはぜひマイ SD ガンダムを持ってきていただいて参加していただければと思います。うん、はい、なんかね、 SD ガンダムを使ったトントン相撲って今ね、全国的に、ね、流行ってますよね。流行ってますもんね。うん、はい、トントンって言ったりポンポンって言ったりとか、なんかいろいろね、いろいろね、地方性ですかね。パンダの名前みたいな感じで ね、あの今ね、私も週末に向けて SD ガンダムを作ってるところなので、あ、そっか、大越さんも参加するんだ。はい、参加します。はい、もうえげつなく勝ちに行ってください。あ、それがね、そう、えげつなく勝ちに行こうかなと思ったんですけど、うん、やっぱりね、参加してくださってる皆さんに楽しんでいただきたいなというね。うん、え、負けた時の保険をかけてる今。いやちゃんとね、釣り具の重りとかで準備してるんですよ、うん、これでも、まあ、キャシャなんだけど絶対倒れないやつでしょ、ね、重くて。で、まあ、どういう、まあ、キットを選ぶのかとか、うん、あのどういう感じでこう参加するのかっていうのも、今後はあのツイッターとかで皆さんに告知というかお知らせしていけたらいいなと思ってますので、そちらも楽しみに。あと、あの
トントン相撲でこうやったら勝てますよみたいなアドバイスもねお待ちしてますので、あね、そのコツが多分あるでしょうから ね、うん、もう今実際参加されてる方とかぜひ聞いてみたいなと思う。ここなんか負けると思った瞬間に貧血を装って大ごと倒すとかね。てやーっつってはぁっつってまたっつってはぁごめんなさいもう一回じゃ始めからって言ってね、そういう一回は使えると思うんですけどね。ずるいわ。こコツコツだよ、ずるいわ。ガンタンクが強い、ね、あドムは安定感とかね、うん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 、そうね、タンクはね設置面積がありそうですからね、うん、ねえ、はい、そんな感じ。来週、ね、名古屋というか愛知県の方に遊びに行かせていただきますので、ね、ぜひ会いに来てください、うん、はい、参加方法はあのさっきスタッフさんが出してくださった、うん、URL が貼ってありますのでそちらをご覧いただいてお申し込みいただければと思います、うん、はい、では来週、ね、皆さんにお会いできるの楽しみにしてます、はい、そんな感じで私の方は綺麗に告知が16回もやっててね、綺麗にも告知できたんですよ。本当に慣れたよね、動画に ね、もうね、前は大奥さん告知ですよって言ったら、あ、はい、わかりましたっていう感じで読まねばならぬことを読むっていう感じだったけど、はい、もうリラックスして、まあもう本当に ね、綺麗に人間って成長するんや ね、ちょっと楽しみながらおしゃべりできる感じに ね、なってきましたからね、はい、はい、僕も一応ねまだ告知あるんですよ。まだまだ確保してあるんですよ。あの今月発売のネイビーヤード、うん、アートブックスさんが出している船の雑誌ですけども、はい、あれで藤見さんの船ネクストの比叡をニューキットレビューで作ってます。全然かろうじてじゃないじゃないですか。すごい告知じゃないですか。まあなんとかね、もう作例が続かなかったら合間に何か告知がないと本当に俺は何も言うことがなくなってしまうと思って、うんうん、今月も配本来てね、はい、あ、よかった、これで言うことができたと思った。あ、もう見本紙届いてる。あ、もう見本紙は発売自体はちょっと前にされてるんで、はい、うん、なんですけども、お放送で言うのは初めてってこと、うんうんうん、もうね、最近作例がね、どん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 何もしない作例が増えてきて、あ、特にこう大幅に手を加えるっていうわけじゃなくて、うん、キットレビューみたいな、ね、そうですね、キットレビュー多いんで、うん、完成模型だと、うんうん、その船のキット自体はまんまで、うん、例えばこう船のあの環境の窓のところとかは、うん、あのエッチングパーツに汎用とか使って変えて、うん、あの窓が抜けてる感じになるとそれだけでかっこよく見えるんで、うん、そこだけは変えましょうとか、はいはい、マストとかこうプラと太いんで真鍮線とかに細く変えましょうとか、はい、あの最低限でもこれぐらいやるといいですよみたいなのがどん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 こう縮こまっていって、うん、今回船ネクストの比叡の作例では、はい、窓枠すらエッチングにしないっていう、もうね、あの箱から出したまんま、あ、でもそれでも、うん、もう今は楽しめるようになってるんですね。そう、あのね、船ネクストの比叡窓枠変えなかったのはそのモールドがね、うん、パキッとしてるんですよ。枠のところがちゃんとバンとこうピシッと窓枠できてるんで、うん、あの墨入れしっかり、あのウェザリングカラーとかの、あのマルチブラックとかをちょっとこう濃いめに流し込ん で乾燥してからスーッと専用の薄め液で拭くと枠がピシッと出るんで、そう、じゃあこれのまま生かした方が、うんうん、あのなんか毎回やってるみたいにパチパチ切り飛ばしてエッチングにするんじゃなくて、うん、こう作ってもこんな見えますよみたいなのをやってるんだけど、うん、もうね、本で見るのがしんどい自分で、いや、なんかあの作例でも作品でもいろんなものを追加するとよく見せられるじゃないですか、うん、ああ、まあね、作った本人からするとこれだけやったっていう、あの詰め込んで情報量増やせるし、うんうん、やれるんだけど制約されてる中でかっこよく見せるのって難しいなって、うん、ああ、でもそれすごいわかるでしょ。私も結構その、うん、ね、初心者に向けての企画が多いので、うん、やっぱりそのもっとこうしたりとか、もっとこれ使ったらこんなになるのになっていうのをこうブレーキをかけて作ってこう、ね、そう、分かっているんだけどもそれをしないで、うん、この状況でいかによく見せるかみたいな、うん、縛りプレイの極致みたいな感じで、そう、だからなかなかね、最近違った意味で大変な作例が多いなっていうのを感じてますけども、うん、まあそんなのまだ載ってますんで、はい、これから船ネクストの比叡とか作ろうかなと思う方は、はい、あの見ていただけると全くね、買ってきたままでできますから、同じものが、あ、そうだ、うん、ね、特別な、そう、ね、あのなんか細かいパー使ったりとかしなくていいんで、
ぜひ見てください。はい、あとね、うん、これ言わなきゃね、はい、くしゃくしゃの箱から出てくるところが怖いですけどね、あのこれ見しとこうと思って。はいはい、何でしょう、これ何がかろうじての告知なんですか。全然告知いっぱいあるじゃないですか。これはしておかないとさ、はいはい、あのまたモデリウムのフィギュアをね持ってきたんですよ。ええ、手元いけるかな、な感じでね。今、今月の頭に発売になりました。35分の1の陸上自衛隊普通科隊員、保証ポーズ1、はい、周りを警戒しているポーズ、ね、警戒ポーズ的な感じで、ね、一応構えてるわけじゃないんですけども、うんうん、こうやって持って周りを警戒しているポーズ、はい、もうちょい話した方がいいのかな、ちょっと話した方がいいのかな、うん、ピントがね、ピントの合いが難しいですよね、これ手元カメラでもね。あ、それぐらいだと、これぐらいがちょうどいいね、はい、ね、ちょうどいいですね、はい、もうすでにね店頭に並んでますので、うんうん、ぜひともね、皆様お買い求めくださいませと。はい、感じでね、あともう一つがですね、はいはい、もう一つが、はい、はい、こちらの、はい、これねフィギュア自体はもう売ってるやつなんですけどもね、うん、膝打ちの1ですけどもね、うん、フィギュア自体はで、これ今あの装備がくっついてるこっちが新製品です、うんうん、このマガジンポーチとか、あ、はい、装備品もセットですね。そうですね、装備品セット1をつけた膝打ち1の見本になってますけどもね、はい、装備品もやっと第1弾発売になりまして、うん、はい、うん、まあ、やっぱジオラマとかね訓練でも結構マガジンポーチとか銃剣とか、うん、防護マスクセットとかね、うん、つけてる人多いので、うんうん、ここら辺つけていただけるとさらにこううちのフィギュアが良くなりますよということで、表情がね豊かになるというかね、うん、あのいろいろ遊べます、ね、装備の付け替えとか、うん、付ける場所変えるだけで、うん、同じポーズのフィギュアでも違ったフィギュアみたいにできるので、そうだ、個性がいろいろ、そうなんですよ、差分付けられるので、うんうんうん、そういうところでも遊んでいただけると非常にジオラマとかに向くのではないかなと思います、うん、はい、はい、こちらが両方ともね7月発売ということで、はい、もうすでに店頭に並んでますので、モデリウム35分の1陸上自衛隊フィギュアシリーズよろしくお願いしますと、はい、いう感じです。はい、素敵な告知だ。月末ね、あの、うん、北海道行って実際に物販もやりますから。あ、そうですね、再来週、再来週末は、超徳さんは北海道の HME に行かれて、で、うん、で私は、ワンフェスに遊びに行きます、うん、嬉しそうに来年は HME で、来年は HME でトイラジイベントやれるようにして、あ、やりたいです ねちょっとねやりたいですよね、うん、たら大越さんね、うん、オフィシャルで夏に北海道旅行に行けちゃうっていう、あら素敵、ジンギスカン真っ先に食い物があら素敵、ジンギスカンジンギスカンと乾き物とね、ねえ、鮭とばいっぱい買いたい。今日一の笑顔ですけどね今 ね今手元しか映ってないんですけど ねあの僕のここら辺だけが映ってますけど、はい、ずっとね、はい、どうもスタッフが今ね裏作業やってるもんですから ねカメラアングル変わらずねずっと中途半端な僕がプライバシーを保護されてる僕がねこうずっと映ってる感じで、ほら今月の滑らかな僕の手の動きを、あ、もう切り替わっていた残念でしたね、なかなか近くでは見られないですね、ね、はい、というわけでもそこはのイベントもありますんで、またね、はい、来月の放送あたりでイベントのまあこんな感じでしたよみたいな報告も、ねうんね、できればと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで以上緊急報告のコーナーでした。はいはい、はいはい、じゃあ、今月の本企画にもう入っちゃいましょうかね。はい、どうしましょうかね、なんかいいですよ、言いたいこととかあったらちょっと待ちますよ。何ですかその無茶ぶりいや、なんか関係ない話とかしたくないかなと。ああ、今日海の日、ね、あ、そうだ、なんかツイッター上げてた。はい、そうなんですよ、うん、海の日、海の日だっていうのに何も上げてない。あ、ほんとだ、海の日なのに超徳さんこそいっぱい、うん、ああ、ね、そっか、海の日だ、大越さん、ああ戦車のやつ沈んだやつ上げてる、うん、そっか、うん、海か船だよねと思いながら京成で1時間寝てきましたけど、もう家出て暑すぎて、うん、もうね、ああもう溶けちゃうと思って、うんうん、もう早く電車に座って寝たいと思って。もう超徳さんこそいっぱいあるじゃないですか。あるね、あるある。海の日にね、うん、ちなんだ作例というか、なんか、ね、海っぽい。海っぽいものばかりと言っても過言ではないぐらいに、海の日なんですけど。ね、ね、
そういうのに乗るのが下手くそなのかな僕は。のどんどん乗ってこう、ね、そういうのに乗るのが、ね、なんか車に構えちゃうのかなちょっとね。なんかねこういうタイミングでこう過去作品をちょっとね、うん、ピックアップしてあげる。過去作品あげるのって、ね、なかなかなんか気合がいりません。なんかのタイミングでやったるぞっていう何かがないと、うん、なんかあ長徳さんまたこれ出しているって思われちゃうと思うと、うんうん、なんか展示会とかでも1回出したらもう次はなしみたいな、こうあるあるある、ね、あの2回3回出してると、うん、あこいつまたこれ持ってきてるって思われるんだろうなっていうのがあるでしょ、うん、それに弱いんだよね俺がね。あでもねあのそれね私もそういうふうに思ってたんですけど、うん、あの見に来てくださってる方とかは、うん、やっぱりあああの長徳さんのこの作品見れたとか、うんうん、何回こうこちらはね展示回数がこう分かってるので、うんうん、あまたまたかって思うところもあると思うんですけど、初めてこう見てくださる方は、うん、やっぱりすごく感動してくださることが多いよね。あねそう初見さんはね、うん、見てくれるからね。あでまたねあの長徳さんもツイッターやられてるじゃないですか、うん、でもあの過去にこの写真アップした時からまた新たにフォローしてくださってる方とかもいると思うので、ねうん、そういう方たちはやっぱりね、うん、過去作品見て新鮮にこう驚いてくださるというか喜んでくださると思うんで、うん、これ海の日今日帰ったら早速ちょっとじゃあ考えておきますね。出しましょう。もうやりますってやつに考えときますっていうところがね。ね。さすがだなって自分でも思いますけどもね。そうですね。あとねちょっとね今日海の日だったんで、うん、海っぽい。そう海っぽい。いでたちをしてみました。うん、海っぽい深海っぽい。ねいでたちをしてみました。うん、ね、はい、爽やかな僕いつも多いの格好で来てますけど。あとね今日ねスタッフさんがねパイナップルのね。そう。スタッフがね、シャツを着てる。かわいいな。東南アジアのブローカーみたいな人ですけど、シンガポールとかで会えそうな気がするんだよね。そう、僕一人夏を感じない形で、うん、暑い感じでね、スタッフ待ってる時にね、あの駅の改札にいるのが辛すぎて、うん、近くのお店の中に逃げ込んでましたから、ね。涼しい。少しだけでも涼しくいたいって。コメントで社長さんブローカーみたいっていう。ブローカーみたいもうブローカーなんだよね。ねいやそんなね楽しい ね皆さんでお届けしている。ね、全然海を感じさせないいつもの部屋から ねお届けしてますけどもね。はい、はい、じゃあ特集いきますか。はい行きましょうかね。今月特集ということでね、はい夏休み特別企画、はい、夏休みに子供と作ってみたい模型特集。わねそろそろね夏休みですもんね、うん、そうなんですよね、うん、もうそろそろですね。ね、うん、来週ぐらい来週ぐらいにもう、うん、あと数日ですよね学校行くのは。そうか、うんね、そうなんですよ。長徳さんもね、うん、お子さんいらっしゃる。そうなんですよ。なんかいるんですよ。いつからかいるんですよね。ひどい父親だな。あの視聴者さんの中にもね、お子さんいらっしゃる方おられると思うので、うん、ですね、うん。なんかそういうね、夏休みにこう親子で作れる模型だったりとか、うん、あと自由研究とか自由工作で。ありますからね。作れそうな模型なんかをちょっと今回ピックアップできたらいいなと思って、うん、あのスタッフさんとかね長徳さんとかとね、うん、いつも企画会議という名の LINE でねそうやり取りをしてるんですけど、うん、ふざけてるばっかりですけど ねそこでねちょっとね次回こんな特集どうみたいな感じで提案させていただいたんですけど、うん、ね採用していただいてそうはいありがとうございます。そう大越さんがね、うん、そうやってこうアクティブにね企画を提案するなんて本当に嬉しいと、うん、スタッフともども思っておりますよ、ね、成長するんやね人ってね本当にね本当にもう、うん、環境が人を育てるんだねやっぱりね、うんうん、今日一でいいこと言っちゃったからもう何もいいこと言えないでねだからその自由研究っていうと昔はやっぱこう、うん牛乳パックとか あと紙粘土とか、ね、なんか瓶とか使って貯金箱を作ったりとかそうそうそうガラスの瓶に紙粘土を貼り付けるみたいなやつとか、うん、そう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 謎の生産行為があったじゃないですか、うん、でも最近はねいいんですね、うん、プラモとかそういう工作セット的なものもちょっといいんだ、うん、なんかいい学校もあるみたいですよ、ねうん、そう、それにちょっと驚いた、うん、昔はそういうの作っていくとねなんかこう買ったやつだ買ったやつだみたいな感じになったりとか、うん、よっぽどこううまいこと組み込まないと、うんうん、なんかこう認められません的な空気があったじゃないですかこうあ
ね、でも私あの小学校6年生の夏休みに、うん、あの恐竜のジオラマ提出しましたよ。それはタミヤのとかそういうこと、はい、おそれはどうだったんですか。は普通に受け入れられました。お、はい、そっか、そういうのいいんだ、うん、結構あのベースをねあの自分で作ったんですよ。発泡スチロールに紙粘土を持って、うん、でなんかちょっと穴とか掘ってトリケラトプスの卵みたいなやつを紙粘土で作って、で家庭菜園っていうか庭に畑があったんで、うん、ちょっと育ちすぎたアスパラ、うん、でなんかススキみたいになるんですよ葉っぱが。ほほっぽくなるんだ。そうそうそう。でそれをむしり取ってこう植えたりとかして、でそこにあのトリケラトプスと、うん、あのティラノサウルスを置いて学校に持ってったら、うん、まあ、そこそこ大丈夫です。それぐらいこう手が入ってればいいんでしょうね。うん、うん、そうですね。そっか、これ後の大越友恵であるみたいな瞬間ですよね。ねえ、この時まだこれが仕事になることを彼女は知らないっていう、こうそうそうそうやつだね。まさにそうですよ、ね、うん、はい、でもそんなやってたんですね昔から、うん、おー、昔から恐竜はやっぱ好きだった。恐竜大好きでした。うん、でもジュラシックパークとかたまんないですか。たまんないですし、あと科博上野にある科学博物館はもういつでも行けますね。お、うん、いつでもどんぶり飯行けます。もう行けます。おお、いいっすね、うん、じゃあまた今度ねそこにも取材にね、ね、行きたい恐竜、ね、いつも見れないテンションの大越さんがまた見られるかもしれないね、うん、そっか。僕はあれですね、自由研究、ヘリコプター作りましたね。わー、それはプランもですか。いや、トイレットペーパーの芯とか、牛乳パックみたいなやつとか、うん、で、こんぐらいの箱があって、紙の、はい、で、ここにヘリポートを作って、あ、まずヘリポートから作るんですか。そう、ヘリポートを作って、うん、で、ヘリコプターを作ったやつを乗っけて、うん、で、その箱の下にモーターを入れて、軸が伸びてて、それでローターが回るっていう。ヘリコプター難しいんですよ。それ何年生ぐらいの時ですか。5、6年かな、でも。ああ。うん。ボンド、水研ぎボンドがあってやって、うん、そのヘリポートの周りのところに鉄道模型とかもやってたんで、当時パックに入ってるあの緑の粉とかだったんで、はい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 、パラ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 ってやってトントントンってやって、あら、情景的な、そう、情景的なことやって、ね、うん、そうやりましたね。モーター入れて、すっげえ回るんですよ、モーターが入って直で軸だから。もうね、よらば切るみたいな作品になって。ローターもなんか薄っぺらい木の板みたいなので作ってるんで、本当に怖いやつなの。もうブラーって回るんだけど、やっぱ小学生が作るもんだから軸が安定してなくて、回してるとフルンフルンフルンになって箱がちょっとずつどっかに行くの。なんだろう、威力の強いコンプレッサーみたいなのしちゃうみたいな。あー、どっか行っちゃうなーっていう。そう、作りましたね。へー、うん、そう、工作的にそういう中にモーター入れるとかやってましたね、当時。うんうんうん、皆さんのね、うん、夏休みこんなの作ったっていう思い出とか ね、うん、いろいろあると思うんで、ね、牛乳パックの貯金箱僕も作りましたね、一回。へえ、牛乳パックの貯金箱、もう、うん、牛乳パックの貯金箱はね、うんうんうん、うちの父親がね工作結構好きで、あ、でテンション上がっちゃう人だったんで、うんうん、もう俺以上に頑張るんですよ。おー、で、すげえ子供が作れないクオリティのものを作るんですよ、うん、で、それを持って行って、うん、別に何も賞とかにはかからないんだけども、うん、なんか俺はこれでいいのかなって思いながら出してた。鯉の形で牛乳パックの貯金箱なんだけど、うん、このパカッて開けるとこが口になるじゃないですか、こうなんか牛乳パックのこうトク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 ってなるところが鯉の口みたいになるんで、そこから入れるんだけど、なんかね、中にこう紙を斜めにこうハの字に入れてて、こうかこうハの字に入れてて、コロンって入れるとチャリンって入るんだけど、逆さまにしてもコインが出てこないっていう、出てこない、罠みたいな、魚取る時の罠みたいな感じの構造まで入ってて、へ、それを僕は我がことのように提出してましたね。おお、なんか厚紙に緑色の罫線が印刷されている工作用紙みたいなのでいろいろ作りました。これ懐かしい。方眼紙ね。方眼紙。方眼紙。うちに死ぬほどありますよ、今。
あれ懐かしい。あれ去年業者買いしたんで僕はあれ。あら。紙に包まれてる何十枚セットのやつで、うん、あの。へライダーマスクを自分で作りたくてそれで顔の寸法とかを顔の寸法とかを測るために方眼紙が便利っていうのを知って大人買いして自分でねこうやって頭に巻くんですよ。こうやって巻いてねそれで自分の顔の型を取るんですよ。へえ。でも最近だからジオラマ作る時とかも、うん、あの方眼紙役に立ってますね。うん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 、あのベースで寸法を測って実寸で作れるんで、うん、はいはいはい、で建物とかも一回方眼紙で切って構造をやって構図確認したりできるんで、うんうん、あれは今でも便利な素材ですね、うん、方眼紙。コメントでギミックのある貯金箱、うんうん、なんかコインの大きさで仕分けされる貯金箱。あ、そういうのあるね。確かにそんなのできるんだ、うん、フィルムケースが便利だった。あ、工作するときにフィルムケースとか ね今ではフィルムすらないもん ね、 もうね。あのちっちゃい頃ねできるかなが大好きだったんですよ。あ、わかります。もう私の原点はね、うん、もうのっぽさんなんですよ、うん、でもう母親にねもう本当におねだりしてあの魚入ってるあのパックとかあのなんかトイレットペーパーの芯とかサランラップの芯とか、うん、あれ急に欲しくなっても手に入らないものじゃないですか。そうですね、うん、サランラップの芯が今欲しいと思ったら、うん、大量のラップが犠牲になるぐらいしか、ね、想像できないですもんね。でもねできるかなはね突如としてサランラップの芯とかね使い上がるんですよ。使い上がるしやつら結構な量使うよね。そうトイレットペーパーの芯は家に5個も6個もたまんないと思う、ね、そうなんですよね。あの紙コップぐらいだったらまだ ね、うん、用意できるんですけど、ね、でそれを母親にお願いしてこう取っといてもらって、うん、それをこういつでもこう使えるようにこうストックしてっていう、うん、涙ぐましい子供時代です、うん、そうねあれ難しいよね、うん、こう身近にあるものとかでやってるけども、うん、身近に存在するけどまんま存在しない素材が多いもんね、うんうん、確かに。あとね父親があの荷物整理用に買っておいた段ボールを、うん、あ、ダンボールがうちにいっぱいあると思って家作ったら後ですっごい怒られてそうだね、荷物は整理できなくなったもんね、うん、新品のダンボールがどっさりあったんですよ。もうこれはもうねえ、うん、もう作るしかないわと思ってスーパーでもらってきたやつじゃないやつだからね。そうあでねもう真っさらなんですよ。もうすごいもう文字とかも何も入ってないから、ね、もうマイホームにするには最適な素材だもんね。もう最適なんですよ。でもねあの横の面とかにねこうこうの字でねこう切り込みでこう、うん、で、ま、なんか窓とか作ったりとかしてねこうすごい家作ったんですよね。ねそれは結局どうなったんですか。怒られて。いやもう部屋にずっとそのままあってでもすごい怒られた記憶しかないからあんまりこういい思い出ではなく住んでて嬉しい家じゃなくなっちゃったね、うん、そう悲しい思い出がねついちゃった。そうそうそうね、幽霊出てくる家にずっと住みたくなると同じ感じだもん ねそうそうそう。あ、糸電話とかね、うん、フィルムケースに糸通してナウシカみたいなことしてたないいなこれヒューヒューしてるってことだね森へお帰りみたいな感じのことをやってたんですね。回した瞬間に近所の老人がみんな家に帰っちゃった怒りで我を忘れているシュン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 子供に深淵を切り抜けと無理難題出すのっぽさそう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 、ね、ある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 ポンポン抜くからね彼らは ね、そうそうそう子供にはできないテクニックを持ち出しますね、うん、そうですよねのっぽさん突然ね。まあでもちょっとハードル高いことするから見てる方からすると憧れるんですよね、うん、あれはね。そこなんですよね、うん、だって簡単にできたら別にね、うん、のっぽでもなんでもいいわけじゃないですかでもうあそれねちょきちょきでは俺もできたわだったらだけど、うん、もう絶対無理じゃんあれ、うん、なんか作るものの規模が違うから、うんなんかすごいでかい筒みたいなのが平気で作るでしょあの人たち。作る作る。でスタジオいっぱい使ってなんかねそうそう最終的にはね広がっていくんで段ボールメインだけど色紙貼って草にしましたみたいなのとかいっぱい置いて、うん、ちょっと庭を作ったりとか彼らするじゃない、ね、するするするあんな家でやったら大変なことになっちゃうから ね、うん、そうそうそんな感じでひとしきり盛り上がりましたがここら辺はねなんか
もう掘り出したらいくらでも話題が尽きない系ですよね、我々はね。やっぱね、夏休みね、みんないろいろ作るんですよ。作る、やりますよね。もういろんなことが出てきてるもん、また真ん中に。はい、じゃあそんな感じで最初のね、親子で作りたいプランをご紹介しましょうかね。しちゃいましょうか。はい、はい、では最初はこちらです。うん、はい、じゃじゃーん、のタミヤ35分の1恐竜シリーズ。すごいですね、はい、こう昔から好きだったものがさらにここに来て帰ってきたっていう感じの、ね、そうなんですよ、うん、実はね、これあ、箱でかい、そうそうそう、これね、条件セットなんで箱ちょっと大きいんですよ、ベースが入ってるんですよね、ダイオラマセットって書いてあるんですからね、はい、そうなんですよ、はい、あとね、ティラノさんの他にね、トリケラさんもね、私今トリケラさんですか、トリケラさんも、ね、作ってますね、はい、今ね、ガッサガサ落としてるんですけど、ね、作りかけなんで箱の中に、そうそう、あんまり傾けちゃ悪いかなってすごい気を使うやつですけど、うん、はい、これね、これね、本当にね、おすすめキットというかね、楽しいキットなんですよね。うん、ちょっと作りかけをこうお見せしますね。早速開けてみましょうって、ね。はい、早速開けてみましょう。開けたらね、中にね、こう真っ黒になったね、トリケラがね、もう入ってるんですね。はい、これがね、ベースなんですけど。これベースはランナーについて入ってます。いえ、もうこれが入ってる。この状態で入ってます。はい。どうやって置けばいいんだろう、なんかこれね、当たりがあんまりないんですよね、適当に置いてくれってことなのかな、ちょっと足跡があるぐらいってこと、うん、なんだろう、この辺とかに置いちゃっていいのかな、やってグラグラしてるけど、あとね、ベロキラプトルもね、いるんですよね、そう多分んなもん、こいつら、あー、チャイチーなのがいる、そう、あのこの辺かな、ドア越しに鼻息かけてくる子だ、そうなんですよ、なんかいるんですよ、キッチンのドア越しに鼻息かけてくる子でしょ、その子は、ジュラシックパーク、そう、爪がすごいんだぞっていうやつ、ああ、ベロキラプトルちゃんも、ね、そう、ジュラシックパークのせいでちっちゃくても怖いやつは怖いっていうね、で、あとね、このキットね、素敵なのがね、このなんか緑色の紙とか入ってて、これでなんかシュロの仲間の木を作れみたいな指示も入ってて、紙を切って、ああ切れてるんだ、いいよねみたいな、切れてるの、切れてないんです、これ自分で切ってねっていう、ああプリントだけされてるんだ、はい、ああ本当だ、こっちかな、なんかこう独特な手触りでね、これ作るときにこのキットにね、これ見えるかな、このキットの箱にここにね、山椒魚みたいな子がいたんですよ、ああいる茶色の子、うん、茶色の子がね、うんうんうん、いて、で魚とかカエルはランナーについてたんですよ、うん、で大山椒魚みたいな子はランナーになくって、うん、あれこれ書いてあるのに入ってないって、うんうん、珍しいなって思ってたら、なんとですね、この大山椒魚みたいな子はね、ここにいるっていうね、このベースの中にいるっていう、あ、ベースと山椒魚が一体になったベースってことだ、うん、そう、そこにいたのかお前と思って後でびっくりして、そうそう、これなんか枠で囲ってる系なんですか、これ何、ここはですね、ワイプで水ゾーンになってまして、うん、この上に透明な青いシートをこう貼って、で周りにちょっと岩っぽいパーツを置いて、うん、でこの水の中にいるよみたいな感じに作れるんですよ、ね、はい、なんか区切られてる感じだから、なんかベースの中にワイプで山椒魚がいるのかと思ったら、そうなんです、あ、なるほどね、透明の貼ってその境目は岩で隠せるようになってるんだ、じゃあそのパーツが、うん、そうなんですよ、まさかのベースに一体化した山椒魚がいたっていう、ね、エポキシ樹脂とか流したいよね、これ ね、これ流したいですよ ね、これ流さなくてもなんかシートがついてるので、うんうん、適当にこう魚とかをこう置いてあげて、カエルとか置いてあげて、あで工作するとすごくそれっぽくなるんじゃないかなと
っていうか、そうして作りたいなと思ってます。はい、35分の1なんだもんね、恐竜。このさ、さっきから気になってたけど、このさ、ダイオラマセットの文字、うん、この緑をさ、赤枠ので囲ってるこの字がさ、うん、絶対にジュラシックパークな感じだよね。これ絶対意識してんだろうなと思ったら、すごいそれが一番ワクワクしてるんだけど。あ、そうなんですね。ジュラシックパークみたいな感じだよね、これ。ジュラシックパークみたいな感じですね。さすがにフォントまでは真似しなかったけども、デザイン的には。ね、あとは、こちらですね、ティラノさん。こちらも今絶賛制作中なんですけど、やっぱこれがないとしんどいですか。そうですね、これがないと自立はねしないんですよ、ね、おー、これ結構グラングランしてるんですけど、またコモンってなるかと思った。はい、こんな感じで。これさ、うん、もうちょっと手元カメラ、うん、なんとですね、おじさんもついてるっていう。え、35分の1スケールなので35分の1人がついてるんですよ。うってことはこうやっても大丈夫ってことだ。あ、そうだね、え、いろいろできますね。やば、ね、いんじゃん、これモデリングのフィギュアをみんな買うしかなくなったよね、これで、ね、やだー。ほはほは、大丈夫か。素敵素敵素敵。そう、これね、本当にね、あ、そうそう、いろいろ素敵なのが、あのティラノサウルスはあのなんか、ね、骨とか、うん、あのなんかシダの木みたいなのがついてて、でシダの木もこれあの切ってシダの木作ってねみたいな感じでこう、ああ、緑のシートがついてて、また質感が違う。さっきと同じ紙ですかね。さっきと同じ紙になんか違う大きさのガイドが書いてありますね。ちゃんとプリントされてるところがさすがタミヤさんな感じですね、うん。人の大きさと比べたらこんな感じなんだ。あ、そうだよね、ジュラシックパークでこんな感じだったもんな。いや、これね、ちょっと35分の1スケールっていうことで結構夢が広がりますよ ね、うん、寸法が分かるのがユニヒトとこうやって並べてこう、うん、これね、あの実は今なんで作ってるかというと、あの8月5日の土曜日にセブンアカデミーさんっていうカルチャーセンターさんで、うん、あの夏休みプラモデル講座っていうことでお子さんを対象にした模型教室をやらせていただくことになりまして、で、あの担当者さんとどういうキットがいいかねとか、うん、あのいろいろこう相談した結果、あのじゃあ恐竜作るのどうかなって、で学校に持ってってもね自由工作っぽく、うん、あの提出できそうな感じだったので、はい、こちらを選ばせていただきました、はい、今スタッフさんが URL 貼ってくださってるんですけど、うん、セブンアカデミーさんのホームページのもうトップページにおすすめ講座として紹介していただいてまして、はい、ページに飛べばすぐに講座内容分かるような感じになっております、うん、はい、で、本当はね、こういう教室とかってまあ、絶対作らなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、とりあえずその日に皆さんにレクチャーできればいいっていう感じなんですけど、うん、ただね、やっぱりね、子供たちにね楽しんでいただきたいなっていう気持ちが強くてですね、うんうんうん、そのセブンアカデミーさんの講座はティラノサウルスをテーマに、テーマっていうか題材キットで使うんですけど、うんうん、もうね、トリケラトプスまで作ってるっていうね。どんだけ好きやねんっていうね、うん、そう、ね、そうなんですよ、教室ではやっぱお子様向けの講座なので、水性塗料、アクリジョンを使って筆塗りで塗っていただこうかなと思ってます、うん、で本当に皆さんに好きな色に塗ってほしいので、アクリジョン全色持ってって好きな色で塗ってもらおうかなと思ってますね、うん、であと接着も必要なので、接着はリモネン系の接着剤を使ってお子さんに配慮した形で講座もできればいいなと思ってます、うん、あ、子供に色を塗らせたらすごいカラフルなのになりそうですね。そうですね、どんな色に塗ってくれるのか楽しみですね、うん、今恐竜の肌の色っていろいろ見直されてるみたいですね。あ、そうですね、ね、うん、なんか年々変わりますよね、うん、羽もありですね。あ、
そうそう、なんかティラノサウルスに羽生えてたみたい、あの羽毛みたいな感じ、羽毛みたいなのが あるみたいなのもね、聞きますしね。うん、ね、これ元からこれついてるんだ。あ、ついてます。で、ね、ベースになんかさせるように、ね、いや、なんか足のところは両方とも軸打ったんだなと思って、触ってたら違うこれと思って、そう、もともとついてるやつなんですよ。さすがだな。あー、プテラノドンとかね、翼竜とかわっさーって開いた時いいですよね、あそこらへん。そうそうそう。で、やっぱりね、作ってると合わせ目がね、すごい気になるんですよね。ここの今ね、パテをガイアノーツさんの瞬間接着カラーパテで持ってるんですけど、3、4回持ってもやっぱり引けちゃうんですよ。で、今ねサフというかプライマー Z の黒を吹いてる状態なんですけど、プライマー Z 吹いてもこの隙間が結構目立っちゃったんで、もう一回持っている状態なんですよね。うん、で、いろんな模型教室やらせていただいてるんですけど、その講座に持っててちょいちょい作ってたら、参加してくださってる方たちがそこまでガチで作らなくてもやっぱお子様向けの講座だからね、いいんじゃないですかって言われたんですけど、そこはあれなんですよ、さっきののっぽさんと同じで、うん、これ本気で作って子供たちがこう、うん、あ、いいなって思ってもらわないとダメだと思ってるので、こんなん作れるようになりたいとか、そういうとこがね、そうそうなんですよ、うん、なのでちょっと今ね本気で恐竜作ってますね。で、まあ、基本的には箱に入ってるもので仕上げたいなと思ってるので条件セットで作ってます。このねティラノもここ全部合わせ目なんですよ。ここも全部合わせ目なので、そこも埋めてこれも正面から見るとなかなかいい顔してますよね。味わい深いって顔してうん、ど正面から見たらすごいなんかバーカってやつみたいな顔してるんです。いい顔してるのこいつ。これねすごい煽ってんな。これね、ティラノがすごいね秀逸なのが、顎がね、顎パーツが2種類付属してて、ほうほうほう、顎を閉じてる状態と開いてる状態が選べる。お、足の角度も足が2つ付属してて、伸ばしてる状態と曲げてる状態選べるとか、こんな感じで、ね、おー、すごいね。そんなポーズ替えまでできちゃう。そうなんですよ、これいいキットなんですよね。これ見て、ティラモモ肉ね、うん、ティラモモ肉、モモ肉ね、うん、これいいですね。超徳さん小学生かっていうコメントがまあ否定はできないよね。あ、エルチキ、うんうん、そうそう、すごいね、うん、こんななんだ。そうでね、ちゃんとね、なんか木のパーツとかもついてて、そうなんかね、私人生で初めて倒木のプラモ作ったのなかなかね、うんうん、あ、もも肉パーツには焦げ跡つけて銀紙巻いてください。チキンの足についてる金のこんなになってるやつね、いいな。ちょっとね、うん、細いリボンかなんか巻いてあげたりとかするとね、すごいこう、ね、クリスマス気分が、うん、すごいね、ベロの感じも ね舌もちゃんとあるもんね、中に。これね、なんだっけ、トリケラトプスのパーツなんですけど、トリケラにもね人ちゃんとついてますし、うん、あとね見えるかな、ちっちゃいかな、ここにね、ここにね魚とかねカエルとかもねちゃんといるんですよ。ちっちゃいかな、うん、35分の1魚と35分の1カエル、カエルがいるんですよ、かわいい。あとねここにもねちっちゃい魚がねいてね、こいつらをさっきの山椒魚がいたこの水の中にこう入れてあげるっていうのがねできたらいいなと思ってます。夢が膨らむね、これね、これ。あ、
一パーツ食われてるところ、いやこれね絶対ね子供やってくれるかなと思ってちょっと楽しみにしてるんですよね。ねうん。聖徳さんが口の歯の部分を中にね中にベロがあって、うん、でこう触っててこうギュッてやるとこいつおえってなるほらほらおえってなるだろうと思うすごいね歯もしっかりさ作られてるしさ、うん、ちょっと痛いぐらいだもんねこうやってギュッギュッてやると、うん、子供は残酷っていうコメントが。でもね何年か前に一回親子で恐竜の骨格プラモを作ろうみたいな企画をやったんですよ。それでお父さん1個お子さん1個っていうことで骨格を選んでいくつかあってで選んでもらったんですけど、うん、なんかお父さんがねすごいテンション上がって、おいティラノだぞティラノだぞって、うん、お前いいのかティラノじゃなくてみたいな感じでお子さんに言ってて、うん、でまあ、小学校4年生ぐらいのお子さんがうん僕はプテラノドンでいいやみたいな感じで結構お子さんの方が冷静でお父さんの方がめちゃくちゃ楽しそうでクールなお子さんそうそんな感じでね、そう親子逆転みたいなお父さんとかの方がなんかこうすごいニコニコしながら作って、うん、お子さんの方が結構冷静に作ってるパターンもありましたね、うん、なんか聖徳さんがどうしてくれようかって顔になってるいやすごいなと思って、こうプラなのに、うん、こう肌の質感とか結構しっかりしてるから、うん、そうなんですよ、うん、これをね生かして作りたいなと思ってて、うん、ね、なかなかプラスチックでこう生き物的なものってないじゃないですか、うん、だいたいねいつもこうつるっと仕上げたりパキッと仕上げたりが多いから、うん、すごい面白い、もう触っててこいつ食べられるとこ少ないんだろうなと思ってて、意外にね筋肉質というかね、そうそう骨張ったりとかしてて、ね、きっと焼いてもあんまり食べるとこ少ないんだろうなと思ってみて、あコメントでお父さんがのび太の恐竜世代なのかなあったねー、そうですね、そういうお父さんはきっと百式とかも大好きなんでしょうね、百式はい、そんな感じで、うん、いいね、3号ってのがいい、そうなんです、3号のサイズっていうのがちょっといろいろ膨らみますよね、うん、ね、うん、ね、夢がね、うんうん、これ本格的にやるんだったらなんか紙作りとかで、あ、ありますね、シダ植物とかをプラスしたりもできそうだし、うん、恐竜を迷彩とそう、ルアーとかさ、もう作る時のさ、毛みたいなやつが、毛をグリグリってやって針になんかこう虫みたいにするやつ、え、そんなのあるんですか、毛針なの、ああいうやつの毛みたいなやつとかをいっぱいつけて植物わさって作ったりとか、あ、なんかしたらすごい盛り上がりそう、へー、なんかこう今ない変な植物いっぱいあるじゃないですか、この時代、あるなんかありそうな気がする、でかくて変なやつ、うん、巨大わらびとかありそうですね、はいそう、なんかこうなってるやつでしょ、うん、うんうん、面白いですね、うん、でね、これからね塗装に入ることになりまして、うん、多分8月頭ぐらいには完成してるかなっていう感じなので、うん、塗装の様子とかもねツイッターとかで皆さんに見ていただけたらいいなと思ってます、何色にしようかな、やっぱねトリケラトプスはねグレーっぽい色かな、なんかいろんな色がね、なんかカラーパターンでこんな色もあるよこんな色もあるよっていうのをおすすめされてるんですけど、そう、これ、ね、私はやっぱりね、なんかパッケージにあるなんかグレーの色が好みだなと思ってて、うん、あとね、塗装のポイントで、目をちゃんと塗り分けた後になんかクリアオレンジを流すとなんか生物っぽくなるみたいなポイントが説明書とかに書かれてて、ね、それを読んだりとかするとね、もうねキュンキュンするんですよね、もう楽しくてしょうがないね、聖徳さんが遠い目で恐竜を戦わせている戦わせているんじゃなくて感動の再会ちょうどさ、ちょうど感動の再会だなと思って、なんかこういう熱い抱擁、
お前会いたかったよ兄さんお前そんなとこいたのかっつってよかった無事だったか兄さんこそまさかのハグだったちょうどハグだな生き別れ生き別れやっと再会したなと思って今ベロ太郎とベロ次郎が再会ですよ、再会ですよ感動の再会ですよまさかのいやいやいや寸劇始まった楽しかったよこうやって出てね、いいですね、まあ、こういうのもね恐竜のプラモ楽しみ方楽しいいろいろ配置できるし楽しい、うん、これだけでも全然楽しめると思うので、うん、あのなかなかね恐竜のプラモ作る機会ないと思うんですけどそうあるのは知ってたけど、うん、実際こうやって見ることってなかなかないじゃないですかなですよ、ね、私もそうだったんですよねうん、うんそうそうね、あの時をティラノがお前の方を追いかけてた時はもう会えないかと思ったね離れ離れになってねもうあいつのことは諦めようってこう割り切ろうかと思った時にまさかの恐竜ブンドとああまさにねいやいいなこういうねちょっと寸劇っていうかねストーリー性も楽しいこいつもねなかなかの個性を持ってるし、うん、ねえね、これ恐竜プラもぜひ皆さん作っていただいてね、うん、あのなんだろうこうスケールモデルじゃあスケールモデルですけど、うん、やっぱ誰も正解見たことがないのでそうですね、ね、僕も映画でしか見たことないですね、ね、なのでこれはもう本当に自由に作れるいいキットなのかなと思ってますね、うんうんうん、ちょっとね作るときにやっぱり合わせ目を消したり、うんね、消したくなったりとかね、うん、あのもうパーツがぷっくりこう割れてるのでこれの処理がね、うん、ちょっとあれですけど、うん、そこさえ乗り切れればねこれ楽しいだけですよきっと、うん、あと、うん、ね埋めるとこ埋めて、うん、ちゃんとこうつながった感が出たらいいんだろうな、うんうん、はいそんな感じで、うん、はい一つ目は恐竜のプラモデルということで楽しかったですねこれいいですね、うんうん、ご紹介させていただきました、はいうん、たまたま通りかかったトリケラさんに助けてもらったんだ意外とねこいつも悪いやつじゃなかったかもしれないもん ね追いかけられて食われると思ったら、うん、意外といいやつかもしれないし ね意外といいやつかもしれないですね、うん、これどんどん広がっていくな恐竜のお前みたいなやつ、うん、食うかバーカの時のバーカの顔だったかもしれないもんねそうですね、これねぜひやトイラジ見て買った方は、うん、トイラジ見て恐竜買ったよとつぶやいていただけるとねあの僕らが喜びます進捗もね教えていただければと、うん、あこの放送ページの下にはいあちゃんと補償ポーズも入ってるさすが装備品も入ってるしおぜひとも爆買いしてください恐竜と一緒に買うとね今なら並べられますからね、うん、35分の1同士でねうんこれはね恐竜はね楽しいと思います、うん、私も今楽しく作らせていただいているので、うん、皆さんの恐竜もぜひ見てみたいですね楽しい、うん、はいじゃあ続いて、はい親子で作りたいキットをご紹介しましょうかねはい、はい、続いてはこちらおはい、こちらは、同友者さんの扇風機の、うんうんこれはプラモなのかな製作キットなのかな製作キットっぽいかな、まあ、どういう立ち位置かというと、うん、プラモって呼んでいいのか分かんないですけどね、うんうん、科学と実験セレクション、うんうん、扇風機こう構造が見えるスケルトンハンダ不要のコイル式で簡単配線自分だけの専用扇風機を作ろうすごいね。あの扇風機に自分だけの専用機っていうカテゴライズがあることがまずびっくりだ。ねえ、すごいね。ね、いつかはいつかは俺もビッグになって自分専用の扇風機を持つんだっていうのが夢になってた頃の時代みたいな感じだね。うん、ねえ、はい。これね、実はあの番組の企画会議やってる時に、うん、あの私がね、もう。大好きな同友者さんのツイッター、ね、はい、そうそうそう最近
ね、ドイシャさんツイッター始められて、うん、でね、あのなんだろ う, こうドイシャさんのイメージってあんまりこうなんだろう、メーカーさんとしてガツガツしてないイメージがあって、そうですね、うん、まあ老舗って感じですよ ね、うん、なのでなんか最近そのツイッター始められて、そうそう、おお、うん、と思って、であのつぶやきをねこう追いかけてたんですよ。でそしたらね、こうほのぼのするツイートが多くてね、もういつも楽しみに拝見させていただいてるんですけど、あのその中で土有者はこんなプラモを出してますよっていうツイートで扇風機がドンって写真があって、うん、わこれは夏休みにぴったりじゃないかと、ね、しかもこの構造がさ、うん、すげえ簡単そう、うん、こういうちょっとこう電気工作みたいなのが入ってくると、うん、小学生とかだとやれるつもりで意外とできないこと多いじゃないですか。 あるある。僕あれですもん、うん、あのミニ四駆初めて手に入った時に全然走んなかったもん、うん、あ、そうですか。なんかの景品でもらって、うん、ああこれがあれかと思って組んだら、うんうん、なんかコロ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 ぐらいだった。あ、悲しい。って、うんうん、あ、コメントでお城たくさん出してるイメージが。あ、そうね、お城だ、兜だ ね、 ね、あの、うん、うちの放送でもね、兜をご提供いただいたこともありましたけど、うん、ね、あの意外に導入者さんね、あの飼育玩具的な組み立てキットとか、うん、いろいろ出されてて、うん、だってもうよく考えたら社名が導入者ですからね、うん、もうこの漢字がさ、うん、感じかどっかに感じない感じ、ほらもうほら導入者だもん、この子供に優しくないわけないもんね、この時点ね。そうですね、うん、科学と実験セレクション4、うん、1から3も気になっちゃうんですけどね。あ、1から3もいろいろあるみたいですよ、ね、うん、私さっきあのホームページでどんなのがあるのかなと思っていろいろ見てたんですけど、なんかねいろいろあります、うん、こういうことなの、こういうことなの、うん、じゃあちょっと早速なんかね、早速箱開けてみましょうの前にね、聖徳さんがねもう早速開けてて、ね、我慢できなかったんだびっくりしたわ恐竜の下りから我慢できなくなっちゃった、はい、箱の中身はねこんな感じです、はい、セット内容が全10パーツ、はい、ファン、モーター、モーターホルダー、スタンド、土台、LED ライト、うんうん、レジスター、スイッチボタン、スイッチ金具、スプリング、おう10パーツ、10パーツらしい、これ図で見える、図で見るとさ、これこんだけ10パーツ、もう放送中にサクッとやったらサクッと組み上がるんじゃないのこれ、ね、これパーツ、そしたらこんなにうだるように熱い今日がちょっと涼しくなるってことでしょ、ね、ちょっと作ってみますか、ね、ね、いけるかな、それ箱なんか入ってないのか、その段ボールね、あ、これはですねこうなってこうなんですよね、あ、スペーサーなの、スペーサーなんですね、なんか大事なモーターとか入ってるのかなと思って、あ、別個にしとかなきゃいけない系のものが入ってるのかと思ったら、うん、じゃあそのもう、じゃあ本当にこの袋の中で完結なんだ、はい、そうみたいです、うん、開けてみます？開けてみましょうか、うん、いいのよ、開けても、あ、開きやすい、ちゃんと袋も開きやすくなってるよ、わあ、なんて親切設計、たまたま普通に分かったっていうところが良かったっていうだけだと思うけど思った以上にいいか、ちょっとまずこれでしょ、はい、多分これがこう、このね、この辺手元カメラに切り替えた方がいいのかな、手元カメラはどこだろう、うん、ここら辺、ここら辺、うん、あ、動かさせちゃった、これでしょ、はい、でモーター関係、うんうん、でモーター周りファン、うん、でこれなんかこう支えるやつだね、うん、でいやこれもくっついてんだ、あ、ちゃんともうこれ電池くっつけるところはこうやってくっついてますね、ほうほう、ハンダ付けとかはされてて、うんうん、コードがピョロピョロって出てるだけですね、うん、これで終了パーツ、はい、うん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 、じゃあこれも破っていくの、これだ、ね、これを破っていくのあれだね、そしてこの向きはこれでいいのかな、
あ、違うね、そうだね。あ、もうちょいこっちにした方がいいかな。これくらいかな。プレゼントもらったアメリカの子供みたいに乱暴に開けてますね。じゃあ、うん、移動しますか。うん、ちょっと、いい価格に。こんな感じ。あ、そのファンの小型のやつをセットして紐引っ張ると飛んでくおもちゃあったな。あったー。ギューンギューンってやってこう、あったー。ブーンって飛んでっちゃうやつだ。懐かしいな。昔の乱暴なおもちゃっていいですよね。うんうん、なんか後先考えてないおもちゃ。あー、なるほどね。止めるの、こういう、これで止められるんだ。え、何ですか、うん、それ。お一つどうぞ。なんか、鼻とかに入れちゃダメですよ、それ。取れなくなっちゃうって、うんうん。あ、これなんか、あるね。これ全部金属のやつで、あの、IKEA とかの家具の、あの、棚とか止めるやつみたいな感じ。こんな感じのやつね。あ、なるほどね。このスプリングで止めることで電気が通るから、これとコードくっつけて、うん、こう。なるほど、電気がちゃんと伝わるようにもしますよっていうやつだ。へ、うんうん、これ、あ、グッて押し込む感じでくっつけられるんだね。ほうほうほう。ちょっと硬いところが最高だよね。うん。で、これは。こっちにここか、なんかそれぞれのコードを出す場所が決まっているというか、こっから出してね的なのがあるらしいんだ。で、うんうん、これがここ、ここで、ほうほう。え、それは、挟むんですか？こう挟む、長さ的に挟むんじゃないかな。巻こうと思ったら多分巻けないんで、うん、ちょっと挟んでみましょうか、こうやって。挟むだけでいけたら、挟むだけでいけるっていうことだもんね。うん、で、2番。あー、なるほどね。なんかちょっと凝ったことするんだな。ほう、凝ったこと。いや、なんかこれとこれがつながって終わりですかと思ったら、なんかこの、あんじゃないですか、この、なんか赤いやつとか。はいはい。で、うん、なんか、LED がつくんだね。へぇー。これが、こう入って、うんうんうん、一緒に見て、はい、今まですっげえ独り占めしてたのになんか難しくなったら難しくなったら助けを求めてきやがったいや、なんか なんで大坊さんそんな引いた感じなのかなと思ったら、あ、そうだ、手元にこっちに説明書があるからだって気がついてああ、そうね、学研と科学ってあった。あの科学の付録しか遊ばなかった。ああ、そっかそっか。大越さん、ここからやってみて。え、途中丸投げえ、ちょい待って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 、今ね、これが座ってないの、まだ。うんうん、でもさ、これさ、どっち向きなのかって気にならないですか、うん、両方赤い線でしょ。この黒いのは何なんですかね。その黒いの、この こっから流れてきてる、来てる黒いん、え、もう一本黒い子いるよね、どっかに。うん、あ、違う、これがこう来るでしょ。で、ここでグンって上がってこう来たんじゃないの。ああ、え、じゃあこの子は何なんですかね。この子から出てるのはこの赤とこの赤の2本なんですよ。はあはあはあ、両方赤いですもんね、うん、だからその子から出てる1本がここに来て、うんうん、1本がこっちにもう1個これをつけてでくっつくんだと思うんですよ。
この子はどこにつければいいのかな。多分どこでもいいと思うんですよ。ちょっとこの辺かな。多少はあのお好みでたと思うんですけども、この辺に置いて、でなんかこうこれをこうしてこれを間違った方向に刺すと爆発するらしいよ。え、本当に？すごいじゃん。やだ、怖い。爆弾処理班的要素が出てきましたよ、これ。え、これコードが届かないのはどうしたらいいのかな。ちょっとしたこう、同友者 VS トイラジマの構図になってきてますけど、これをこうして、え、これってこれでいいんですか。なんかこう、え、どうするの、これは。これもしかしたらだけど、うん、こうやってこうじゃない、こうやってこうじゃない。え、マジで。うん、ああ、そういうことじゃない。こういうことじゃないでしょ、ほら、わあ、ほら、うわあ、そういうことだ。これスプリングになってるから、これをこうグンって広げてコード挟み込んでの戻して、でなんとコードが外れなくなると。なるほどね。なるほどね。さすが同友者、すごいな。え、じゃあこの辺にこれ入れて、これをこうして、そうしたらもう全ての配線関係がもうあっという間で瞬殺ってことでしょ、これ。入らん。大人気につき瞬殺ってことでしょ、これもう、うん、こんなに簡単に作れちゃうんだったらもう。この LED の子はどこにどうする。 LED の子はですね、赤い線の子がこっちか、こう回ってってこっちですね。こっちだ。そこですね。こっちをまた逆に、うん、逆に刺してももう片方側は閉まるだけだから取れることがないっていうことだよね、これね、うんうんうん、やだ、うまくできてんな、同友者やるな。もう一本は、もう一本はね、LED ライトの黒はスプリング3だからここに来るんですね。ここに、うん、これでもう配線関係できたんじゃね。こっから来る黒も3番なんで、うんうん、ここは、え、スプリングに挟んで接続するの懐かしい。懐かしいのか。もう、え、僕らからしたらこれが21世紀の技術かっていう感じになってます懐かしいのか。懐かしいのか。急に懐かしいの話になっちゃって、うん、で、これのね、うんうん、モーターの配線なんですよ、うんうん、これ適当なところにデュンって、おお。で、赤がスプリングの2だから、ここか、うん、いいですか、はい、やりたいですか。いえいえいえ、どうぞ。もう美味しいところはもう超特産でいいのよ私それなりにもう大人だからいいのよ見守ってあげてるからやりなさい。いや、嬉しいなこういう環境本当助かるわ。ダメなんですよ、多分僕も今後もね、こういうとこ成長しないんだろうなって思うんで最後は そういうのを譲ったりはできる子なんですね。なるほどね。じゃあ、あとは電池を入れて、はい、スイッチを押せば、うん、完成。自分で作った扇風機で涼んでみようって書いてあるから涼むまでが扇風機なんじゃよっていう、うん、なるほどねさあ飛んでいきますよ。あ、飛んでいくのかな、うん、はい、ちゃんとね、うん、あの電池がないとね、悲しい展開になると思って。こんぐらい、もっと、スイッチ入れるまでもなくあ、ほんのり涼しいよ微妙に。これあれだね、こうやって昼寝してるときにこの距離にあったらもう全然大丈夫、体壊さないと思う。うるさいけど、すごい微妙に振動音がするすごい、ブラーブラーって風はそれなりに、こう、え、風ですか。あ、風それなりに。これね、多分この下にね、あのマットみたいなのとか貼ってあげたら大丈夫、うん、これほら
だってほら振動しないようにこうやって押さえたら超静かになるもん。あ、本当だ。いやだ、夢の専用扇風機。すごい、これが専用扇風機の力か。すごい。もうだってこれからは電車とかでもこうやって座りながらこうやってできるわけですね。全然持ち歩けるサイズだから、うん、もうちょっと大御所も移動なんかの時にカバンからパッとこれだって、これも外れるから外してファンも外して、うん、ペタンと入れといてカチッカチッって組んでから、うん、こうやったらもうこう寝れるもん、こう形成で寝られるやつだよこれ普通に。まあ多分ツイッターとかにすげえ写真上げられたり動画上げられると思うけど、うん、名物になるっていうリスク以外は何もリスクがないほど。これあれはあのスイッチどこなんですか。多分ねこれが。はあ、なるほどね。ずらして止める。はい、通電。はあ、あー、そう、大越さんがね、2ミリぐらい TM レボリューションみたいな感じで、ちょっとふわーって風が来て、あー言ってもなんかあんまり震えないですね、これ。あー、うん、自分にしか分かんないレベルのあーだ。うんうん、多分これね、うん、あ、痛かったです。やっちゃいかんやつや。うん、これがね、ピタッて止まるんじゃなくて、ブルル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 ブルルルルルルルで、しかもちゃんと LED 光ってたからね、ここね。ねえ。スイッチオンの時にね。すごいですね。うん。うん、だから、こう、電車でやってる時も周りに、あ、オンだから光ってんだなって。ねえ、知らせる、ね。うん。で、止まっちゃっても電池切れじゃなくて、こう、あ、オンにしたんだなって分かると、みんなも安心するし。うんうん。あと、これ、こう、ゴムかなんか巻いて、ここに違う歯車を置いたら、なんか別の何かができそうだよね。糸を巻いたりとかできそうだよね、これね。あー、なるほどね。カラカラカラ。二次利用も考える。いろいろできますよ、これ、うん。え、だってもう何分でできたこれ。恐ろしく早くできたよね。いや、でも結構集中してましたよ、我々。10分ぐらい。うん、10分でしょ、うん、これ動画見て、スプリングがどうとか分かった人は、もう、うん、多分これ5分レベルでできるでしょ。ねえ。うん、これみんなも専用扇風機、夢の専用扇風機、ね、夢の専用扇風機を、ね、扇風機も一人一台の時代ですよこれからは。かなり前に来てると思うんですけど時代的にもね。すごいもん、うん、あ、電源を入れてる際にスプリング部分には触らないようにしてくださいって書いてある。よかったね、触らなくてね。危なかった。ビリってなるかもしれない。俺の骨が見えちゃうところだったね。いや、でもこれ簡単だし、うんうん、作った満足感がすごい。うん、おいくらなんですかこれって。これですね、あのさっきホームページを見た限りでは、うん、1000円って書いてあったんですけど、定価1000円ってこと、うん、実際に買うと、あ、1000円ぐらいなんだ、うん、実売1000円ぐらいだじゃん。うんうん、これ1500円で実売が今だいたい1000円ちょいぐらいなんだ、うん、うわ、これ一応また、市場の方、市場にありましたね、はい、今ね、リンクが貼ってありますね。いや、すごい、これはみんな欲しいでしょ。これ今年の夏のマストアイテムになるんじゃないかな。このほら、こうやって持って、多分ね、うん、流行るのはこうやって持つじゃないですか、うん、こうワンハンドでスイッチ入れるのが流行ると思う。ワンハンドで、うん、こう両方持ってこういう風にやるんじゃなくて、うん、ワンハンドでスッて入れて、このままこうふーって。ワンハンドで、さりげなく、ね、さりげなく、あ、スイッチ入ったってみんな思う、うん、でこうね、ばらせるわけだからね、うん、これ抜いてね、ファンも取ったら結構このサイズに収まるから、うんうん、大越さんこれがちょうど入るの布製の巾着みたいなの作ったら本当にカバンにポッと入れて持ち歩けますよ。本当だ、いつでも現場でね扇風機で涼める。移動中も涼めるし、うん、だってもう
あの駅から現場までとかちょっと外歩くじゃないですか、うん、その時もずっとこういう風にやりながら歩いてればずっと涼しいもん。なるほど ねでこう思ってるから、うん、誰か知り合ってこうやって会釈する時も全然ぶつかんないでいけるし全然大丈夫だよ。そっか、うん、意外にこう使い勝手、使い勝手がいい、実用的な感じ、ポータブル感がすごい、うんうん、いいな。これ他にもね6種類ぐらいあったのかな。6種類もあるんだ、うん、他何があるんだろう。もうあれだよね、これ科学と実験セレクションコーナーを作りたいぐらいだよね、これ ね全種類作りたいよね、もうね、うん、なんか全種類作ったらなんかこう隠されていた大きな謎が見つかっちゃったりとかするんじゃないのかな、うん、はい、ああ URL がはい振られてます、ね、扇風機の前で声出してね宇宙人になれるんだけど、多分ねすごいプライベートな感じでねこう自分でしか分からないレベルの宇宙人になっちゃうんだこれ。ああ3種類かあるみたいですね。あ今俺には宇宙人で聞こえてるんだけど、みんな多分ただ俺があーって言ってるだけの人に聞こえてると思うから、これだ、ちょっと悲しいんだ。科学と実験シリーズエレクトリカルサイエンス、うわー5番のクルクルサイレン超欲しいうわークルクルサイレンすげー欲しい。うわ導入者さん待ってます何それ、どうしよう、クルクルサイレン、クルクルサイレンは欲しいよ。家にサイレン欲しいと思ってたんでちょうどうわーいいなーこれ、うわー、え、しかも科学と実験シリーズの1とか2とかっていうでかい括りがあって別にもあるんだ、そうですね、3まであるみたいです。ね、オプティカルサイエンス科学と実験シリーズ3、うん、この説明で自然科学に興味のある人はこの6種類が必須アイテムのはずって書いてある。すごい、でも確かに間違ってないと思う、うんうん、望遠鏡、顕微鏡、うん、万華鏡やっぱ自然科学に興味がある人は多分万華鏡から入ると思うんだよね、うんうん、観察ケース、双眼鏡、うん、スライドビューアー、これは潜望鏡だ。潜望鏡が手に入る時代なんだね、もうご家庭に1台潜望鏡が手に入る時代になったんだ、ついに。すごいな、そう2045年ぐらいまで無理だと思ってたのにな。すごいなこれ、すごい、やっぱ2の伝統なところはやっぱいいね、この2のシリーズのね、ね、電池でね動くっていう、うん、なんか電撃ゲームって何なんだろうね、ビリってなるのかな、ビリってなるやつじゃないですか、違うのかな、だから、うん、そのビリってなるゲームだったら多分なんか押してビリってなった瞬間に、うん、サイレンを押せるようにしたいよね、やっぱり、ね、今痛かったですっていうのを伝えるためのサイレンとうんうん、うん、そのゲーム中に汗をかかないに扇風機があるってことでしょ、うん、シャボン玉メーカーとかあるし、緊急自動車、緊急の際にはポータブル自動車が必要だもん ね、うん、ねえ、手のひらサイズですけどね。そう、ピッチングマシンがあるよ、うん、5番に。ねえ、すごいな。このシリーズ意外にちょっとすごいね。魅力的というか、こんなに充実してると思わなかった。うん、あら。へえ。やばいね。プラモ屋さんは、あ、そう、まあ本当教材だよねこれね。うん。うん。だって図工の時間とかでね、あ、できるもんねきっとね。うん、価格も各1000円っていう。うんうん。うん、ねえ、爽やかなそよ風が、うん、ちょっとね、うん、こうずっと当てられてもお腹が痛くなったりしない程度の風が来るところがすごいいいよね、うん、髪もなびかないぐらいの風っていう、本当にね、うん、軽くふわーってなってるぐらい、ふわーってなるぐらいの、ちょ、前髪がねフル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 ってなるぐらいの風ですね、そうそうそう、うん、止まりきるまでの余韻も楽しめるもん ね、なかなか扇風機ってスイッチ切っちゃうとそのままなイメージ多いけど、うん、切って止まるまでの余韻が楽しめるって新しいと思うわ、うん、いいなぁ、いい、これね、サイレン欲しい、うん、どうする、聞いちゃう、ちょっとこれ次どういう人さんいつ会えるかな、ねえ、秋のホビーショーの時かな、かな、ちょっとまたブースで揉みてしちゃう、うわぁ、これは揉むしかないでしょう、うん、サイレンだよ、うん、お家にサイレンが手に入るなんて思ってもみなかった
そうだね。今日さ、ほら、あの同業者さんの扇風機さ、ほら、うん、一生懸命ね組んだしさ。違う、そっちじゃないね。待って。違うね。ワンハンドでやるときは、うん、ちょっと持ち上げて持ち上げるんだ。こうスライドしちゃうんで。そうそうそう。はあ、なんだろう、このあのレコードに針を置く感じ。ちょっとそういうレトロな気持ちにもなれるし、うん、明かりもつくし。うん、なんだこれ、いいな。これさあ、ほら同業者さんもきっと喜んで。いや、これはだってもう、ね、今うちの放送見に来てる84人のうち、うん、多分8割ぐらい買うでしょ、うん、だ64個ぐらい急に出ますよね。これはでもね、あの同業者さんのページね、うん、上に貼ってますけど、うん、この扇風機じゃなくても絶対グッとくるやつ1個があるはずだもんね。え、これ夏休み皆さんぜひ ね組んで、これは組んで楽しんでいただく。それこそやれる方はファンとか色塗っちゃえばいいじゃない。ね、赤とかね。ねえ、でそれをまたコイラジとかのハッシュタグつけてアップすればいいじゃん。うん。うん、いや、こうテンション上がるキットだねこれ。ね。なんでみんな知らないんだろう。ねえ。ね、もったいないね、こんな。ねえ。ほんの10分で作ってこんなに楽しめることはなかなかないよ。なかなかないですよ、うん、コスパ非常に高いですよ、ね、非常に高いよ。で、うん、楽しさはなくなったとしても、うん、涼しさは残るからね、ずっとね。名言出た、涼しさは残るから、ね、涼しさは残るから。うん、なるほど、いい、よかった、うん、ね、今ご覧いただいたみたいに、うん、あの配線はね、スプリングでね、ね、できますし、あの説明書の通りに挟むだけだったので、ね、ハンダ付けとかしなくていいっていうのがすごいびっくりする、ね、うん、で、あの、まあ、配線とかの仕組みはね、あの説明というか、そう、あの何番から何番のスプリングって言ってくれてるから間違うこともないし、うんうんうん、まあそんなねえ、うん、簡単にね作れちゃうかなって、ね、あら、ちょっと組んでみっかと思ってたけど、あ、ね、うん、ね、あれよあれよという間に、ね、うん、まあ、作って楽しい、すげえ楽しかった、ね、プロペラ回して楽しいみたいな、うんうん、いや楽しかった、楽しかった、ね、これね、あの今の段階ですでに1000円以上は楽しんでる、うんうんうん、楽しんでる。普通にやっぱこう30も中頃超えてこんなに楽しいことってなかなかないですよね、うん、なかなかね、テンション上がることないですね。瞬間最大風速でこんなに楽しいことって意外とないんで、意外に、うん、もうなんだろう、小猿くらいのテンションだったもんね。小猿がキーってなってるけどテンションくらい楽しかったもん。ねえ、いやー、この同業者さんの扇風機、扇風機、科学と実験シリーズ、ね、科学と実験セレクション、うん、これいいね、作ってみてはいかがでしょうか、うん、ね、はい、ぜひぜひ、うん、はい、おすすめです、今年の夏一押しです、ね、一押しです、うん、はい、はい、ということで今2つご紹介させていただいたんですけど、うん、あのそれ以外、今ご紹介させていただいたキット以外にもいろいろね、あの楽しめるキットあるんじゃないかなっていうのでね、うん、あの打ち合わせの時も話が出たんですけど、うん、それこそね、いろんなこんなのもあるよね、うん、あんなのもあるよねって言って、うん、話には出たのがいっぱいありますし、うん、それこそね、タミヤさんで言ったらね、工作シリーズのいろんなものもたくさんシリーズありますからね、あるね、あれ多分、うん、自由研究とかも含めて、うん、何かしらのシリーズに触れてるんじゃないかな、みんな、うん、あのね、今日、うん、あの下調べでホームページ見たらナンバー299とかに、そんなにあるんだ、そんなにあるんだと思ってびっくりして、うわー、それもそれで改めて知ったらまた小猿みたいになっちゃうのかな俺、ねえ、ねえ、大きいって、ね、あのつい最近その夏休みを前にして水上バイク工作セットっていうのがね、新発売されたらしいので、うん、なんかね、そういうのも、うん、ねえ、今の子たちにもね、楽しんでいただきたいですよね、うんうん、であとね、私が作った中で、あ、これはなんかこう、ね、めっこちゃんとかおいっこちゃんとかと一緒に組みたいなって思ったのが、あのファインディングドリーのパノラマクラフトっていうのがあって、うん、組み立てると水槽みたいにできるキットがあるんですよ。でタッチゲートで、うんうん、あのニッパーとかも必要なくて
で、ニモとドリーがこうなんだろう、水槽の壁のところに透明な棒が出てて、そこにガスって刺すとなんか水槽の中で浮いてるように見えるみたいな、うん、ちょっと言い方が悪かった今俺の中でのイメージが水槽の中で眉間を貫かれてるドリーの絵が頭に浮かんで、うわなんか怖い絵だなと思っちゃったけど伝え方が悪かったよね。ガスのイメージが完全にここだったからあのやめてって言ってるのがガスってなって串打ちみたいな作業になっちゃったから、ちょっとガスはまずかったけど、うん、要はね、そういうあの、はい、水槽チックなことになるってことだね、うん、はい、要するに水槽意識のプラモデル、あ、そんな感じですね、うん、なんか下にサンゴみたいなオプションパーツもいろいろ入れ替えができて、うん、なんかね、ちょっとしたアレンジもできるっていう、うん、ああいうのつけたよね、あのこう水が入っててさ、うん、ボタンポシャポシュッと押すとなんかあのふわふわってなるやつ、あの輪っかがふわふわってなって、輪っかがふわふわってなるやつ、うんうんうん、なんかそれをどうしたら何が達成か分かんないやつ、うん、あのそう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 、何がゴールなのか、うんうん、あとね、あの私の思い出が小学校1年生ぐらいの時に、で小学校6年生ぐらいの上級生の人たちがこう掃除とか手伝って、うん、くれたりとかするんですけど、それで小学校6年生の教室に入った時に夏休み の, あの自由工作で、あのタミヤさんの面白工作シリーズの神棚工作セットみたいなのがあるんですけど、うん、あれが置いてあって、こうなんかパンパンってやると中からミーって出てくるっていうやつをいつか作りたいなと思って、でも小学校1年生だったので、うん、なかなかそう電子工作とかね、うん、できなかったので、ちょっとね腕が必要ですもんね、うん、ちょっと憧れの眼差しで見てましたね、うん、必ずなんかいましたよね、なんか神棚作ってくる人だいた、うん、見た記憶があるし、うん、パンパンってした記憶があるもんね、うん、持ってなくても、うん、あ、それあれだね、あの50人ぐらいで作りたいよね、え、50人ぐらい50人ぐらいで作って、うん、壁一面に神棚にして、うん、パンパンだったら全部がわーってなるの。たまにあの10個に1個ぐらい動作不良で扉半分しか開かなかったりとか、動作不良だったらすげえ早く開いてすげえ早く閉まっちゃって、そこら辺でじゃああれですか、トイラジであの神棚作ってくれる人50人募って作りますって、うん、ゲリラ的にどっかの壁に置いて帰ってくるんでしょ、うんそう、うん、いいね、工作楽しいね、ね、うん、夏休みの工作ね、あ、そうそう、私、うん、あの3、4年前に、あの割と最近広島に帰った時に、あの夏休みにね、あの帰ったんですけど、その時にあの甥っ子ちゃんと姪っ子ちゃんにプラモデル好きになってもらえたらいいなと思って、あのプチコンとね、エアブラシとね、アクリチョン持って帰って、うん、あの妖怪ウォッチのプラモを組んでもらって、うん、好きな色にエアブラシでこう、うん、ベランダでこう塗ってもらって、うん、そんなね楽しいなんかもうプラモデル制作会をね、うん、おばあちゃん家でやってました。おー、うん、おごさん広島弁でお願いします、むちゃぶるな、うん、今も喋れるは喋れるんですか、広島今、いや、なんか標準語に慣れてるので、うん、なんか広島に帰省して戻ってきたタイミングでちょっと出るぐらいですね、やっぱ周りがそれを喋るからとか、そういうあ、聞いてればなんかもうそのイントネーションに引っ張られちゃうんですけど、これで僕が広島弁喋れたら、うん、広島弁で喋れたかもしれなかった、そう、残念なことです、残念なこと、僕が広島弁を喋れないばっかり、残念なこと、申し訳ない。え、超徳さん、お子さんと一緒にこう夏休みに制作したりとかっていうのは、うん、ああ、なんかいろいろ手伝ったりとかありますね、やっぱり。やっぱりあります、うん、そうですね、今までも何回か手伝ってますね、うん、でもあんまりこっちが手を入れちゃうと、うん、あれだから、うん、あの基本的には好きにおやりっていう感じなんだけど、うんうん、なんか本当に分かんないところとか困った時はちょっと助けるぐらいの感じで、うん、ちょっとだけ手を加えてますね。あのやっぱりね、あの小学校4年生ぐらいまでのお子さんって、うん、あのなんか握力の問題で、うん、握力弱くてパーツがこうはめ
られなかったりとか、うん、結構あるんですよね。まだなんかその微調整もできないし、うん、まだやっぱ出来上がってないんでしょうね、うん、ちゃんと手が。そうだからちっちゃい頃自分もプラモ作ったりしたけど、うん、当時は当時でやってたつもりだけどできなかったことが今できたりとかって、うん、経験もあるけど多分そういうところもあるんでしょうね、うん、実際こう微調整できるようになったみたいなところが、うん、なんかそのやっぱり夏休みにいろんなイベントでお子さんと一緒にプラモ作る機会も多いので、うん、いろんなメーカーさんとやっぱり情報交換するときに、うんうんうん、あのペットボトルの蓋を開けられるぐらいまで握力があるお子さんだったら、うん、プラモも問題なく組めるんですよっていうのが目安なんですよ。へ、うん、で実際なんかあのペットボトルがこう1人で開けられるようになるのって3年生とか4年生ぐらいまでかかるみたいなので、うんうん、その辺もね考慮しながらこうお家で親子で作られるお父さんはね手伝ってあげられるといいかなと思います。なるほどね。うん、うん、あ握力が弱いので鉛筆の濃さが 2B らしいですよ。ああ、そういうこともあるんだ。なるほどね。夏休みね、うん、確かにいろいろ作りましたよね、うん、工作したりとか、うん、あ昔はプルタグ缶開けられて大人になった気が、ああ、ね、確かに開けられなかったな、ちっちゃい頃、うん、通んなきゃいけなかったですからね、うん、昔はね、うん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 、なるほど、はい。であとはこの間ね、ペイントラックプレゼントしてくださった、そうそう、今日ねツイッターでも当選したよっていう、はい、ね、喜びのツイートを見ましたけど、はい、そのね小バーニさんでもね、うん、夏休みにぴったりな工作キットがあるんですよね。そうそう、今回ね、うん、ちょっとご紹介できればなと思ってお話はしたんですけども、うん、ちょっとね込み入ったものなんで、かなり難易度は高いのかな、内容凝ってるものなんで、うん、ちょっとね対象年齢が高めで、うんうん、まあ、お子さんっていうとちょっと難しいかなってなっちゃったんで、まあ、さらっと紹介な感じではあるんですけども、はいはい、ボードボット1号機、そう、小川さんといえばね、なんだろう、木のパーツだったりとかね、そうそう、基本的にレーザー加工機、うん、レーザーカットの機械で作られている製品をメインにされているので、うんうん、このロボットも、ゴムの動力で動きはするんですけど、基本的にレーザーカットされたパーツを、うん、ボンドとかで組み合わせて形作るっていうもので、ゴムで動く二足歩行ロボット、そう、結構ね、結構おもろい感じで動くんですけども、うん、これね簡単に組めるんだったらぜひね実際にこう、うんうんうん、トイラジで組んだりとかしてご紹介できればなと思ったんですけど、うん、いかんせん、うん、結構細かいすり合わせが必要と、あ、そんなに、そう、ちょっとプラモの経験があったりとか、うんうんうん、そういうこう工作関係に慣れてる子だったらできるんだけど、うん、まあ対象年齢もちょっとお子さんというよりはちょっと高めぐらいな感じで、うん、なんでちょっとからくり要素が高いんで、うんうんうん、そこら辺でねちょっと今回は作るとかね、うん、ご紹介までいかなかったんですけども、うん、こんなものもありますよということで、はい、そう、これもね実際丁寧に組んで組み上げて動かせたら超面白いやつですからね、うんうん、これちょっと興味がある方はぜひ、ね、デザインもね可愛らしいというか、そう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 、ね、ね、木のまま組み立ててもいいし、うん、なんか色塗っても面白いし、うん、なんかちょっとカスタマイズしてねやりようあるでしょうから、うんうん、ね、またね、機会があればね、小林さんのアイテムをいろいろご紹介できたらいいですね。はい。そんな感じで、今日は夏休み親子で、ね、うん、作ると楽しいという模型をね、ね、いくつかご紹介させていただいたんですけど、紹介してるだけですげえ楽しかったもん。ねえ、楽しいですよね、ね、やっぱりね。うん。なんだろうね、子供と作るの子供側にいた感じがしますね、僕はね。もう永遠のね、子供たちなんでね、我々ね。もうね。うん、そうなんですね、そうそう、そういう放送テーマですよ、うん、ただ適当になんか遊んでるわけじゃなかったんだよ、うんうん、皆さんは夏休みにプラモって作ったことあるのかな。私は結構プラモといえば夏休みっていうイメージが、思い出が結構あって、さっきね小学校6年生の時に、まあ、恐竜のジオラマ作って提出したんですけど、小学校ね多分5年生ぐらいの時に同友社さんのねお寺のプラモデルを、浅草寺かなのプラモデルを作って、うん、それがねもうね暑い部屋で扇風機に当たりながら
なんか乾いていくセメダインと戦いながら作ったっていう記憶があって揮発半端ないよ、うん、であの風が当たるからあのパラパラってあの巻く緑のやつがすごい飛ぶんですよ。でね、あれ散らばるとね、なんかプツ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 した感じでね、なかなかなくならないしね、うん、ね、あ、午前中プール帰ってプラモでしたね。あー、あー、なるほどね、夏っぽい。夏なんてね、うん、最近だと、ね、あのそろそろ夏祭り時期でもありますし、うん、ね、各地でお祭りもある感じですけども、うんうん、そう、お祭りでね、一個ね、すごい悲しい思い出があるんですけど、はい、喋ってもいいですかね。はい、あの小学校3年生ぐらいの時に、近所で大きなお祭りがあって、はい、でそこに友達と一緒に行ったんですけども、うん、あのちょっと早めに着いちゃって、うん、お腹空いてたんで、焼きそばの屋台で焼きそば買ったんですよ。はい、で、買って、で、持って、ちょっとあの、お店からはけたところで食べようと思ったら、うん、ドンってぶつかられて、うん、焼きそばがバーってなっちゃって、うん、食べられなかったっていう思い出があるんですけど悲しくないですか。一口も食べてないのに全部ひっくり返っちゃって、ぶつかった子も大した謝らないでバーって走っていっちゃうし、すごい悲しかったです。なせっかくの夏祭りなのにね。そう、でその後何も知らない友達が来て、普通に、うん、あの普通のテンションで来て普通に行ったんで、そこからも編集点があったんですけど友達の前でぶちまけたわけじゃなかったんで、うんうん、あのそれはそれとしてリセットして、そこから僕の祭りがまた始まったんですけども、小学校の僕としては、うん、あの祭りの屋台の焼きそばは結構高いコストだった。ああ、確かに、うん、そうですね。こぼしちゃったことよりも、うん、コストの問題が結構ショックですよね、うんうん、っていうことがあったんだ。悲しいね、うん、さじゃあ何の話してましたっけまあね、せっかくの長期休みの時期ですからね、まあ、お子様と時間を合わせて、ぜひとも皆さんもね、夏休みの提出物をね、楽しく作ってみてはいかがでしょうかということでね最後の最後に悲しい話ぶっこんどいて今月の特集でした。はい、はい、で、はい、今月ね、そう、なんと、なんと我々が先ほどね、小猿のテンションで楽しんだ、はい、このこちら土井社さんの扇風機、土井社さん、はい、モーターで動く扇風機、はい、科学と実験セレクション4、はい、これみんなもね楽しんでみたいと思わないかい？ね、あ、なんだよ、プレゼントあったのかもうポチっちまったよって人がすごい今いると思いますけどねでもこれは一家に2台あってもいいと思う、うん、ね、1人1台だから、ね、そうそうそう、ご家族とかね、ね、あと部屋ごとにやっぱりこう、ね、大事な人に1台あげたいっていう気持ちがあると思うんで、ね、これなんとプレゼントを、ね、1名様分いただきました。土井社さんからいただきました、ありがとうございます。はい、ね、ね、トイラジ見てるだけでこんなのがもらえる可能性があるなんてね、ね、いい時代になったもんだよ。いや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 、投入者さんからありがたいですね。皆さんもぜひ手に入れてね、うん、小猿のように楽しんでいただければ、ね、キャキャウフウ言いながらね、楽しんでいただければと思います。で、プレゼントの応募方法なんですが、はい、番組の公式ツイッターをフォロー&リツイートということで、うん、はい、いつも通り恒例のプレゼント方法になります。はい、で、このねプレゼントの告知は番組終了後にアップする予定ですので、うん、はい、はい、アップされたらぜひフォローとリツイートしていただければと思います、うん、もしかしたらあなたの机の上に専用扇風機が、ね、これはね、皆さんもお家に来て組み立てたらこうぜひワンハンドでワンハンドでスイッチ入れていただいてね、はい、あの移動中に使ってツイッターで炎上とかしてもトイラジは責任を取りません。はい、自己責任でお願いいたします。はい、はい、それではトイラジエンディングのお時間がやってまいりました、はい、
ね、うん、最後に番組宛てにねメールをいただいているので、はい、メールをいただきまして、はい、あ、こういうラジってメール送ったら読まれるんだっていうのを見ちゃって出しましょうぞ。はい、じゃあご紹介させていただきますね。はい、ペンネームルナさんからいただきました。はい、ありがとうございます。大越さん、長徳さん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎日暑い日が続きますがお元気にお過ごしでしょうか。トイラジシャープ16で子供の頃夏にこんなプラモデルを作ったエピソード募集中とのこと、遥か以前のことですが思い出したのでお送りいたします。小学生の頃毎年父の会社の同僚家族と私たち家族で伊東の海水浴に行くのが恒例となっていました。民宿のような施設に泊まりがけで行っていました。当時の伊東の海は、お世辞にも綺麗な海とは言い難く、浜辺は黒い砂で地面にはあちこちゴミが浮いているようなありさまで、うん、子供心に海に入るのはあまり好きではありませんでした。海行ったの入ってもつまんないもんね。それでも毎年行くのを楽しみにしていたのは観光地のひなびた商店街で買ってもらえるプラモデルでした。うん、あ、こういうのありますね。これ楽しみでね。ひなびた商店街で買ってもらえるプラモっていうのはこうなかなかプレミアム感がありますから ね。当時は駄菓子屋さんとか文房具屋さんのようなお店でも棚の片隅にプラモデルのコーナーがあったりして、今より気軽にプラモデルを買えたのです。うん、大人たちはプラモデルを与えておけばしばらくは静かに一人遊びをするので、旅行した時などは特別にプラモデルを買ってもらえたのです。買ってもらったプラモデルは宿に戻ると早速作り始めました。昔はひし形の接着剤が入っていてすぐに作れました。もちろん部品は手で揉いでランナーから外します。もちろん色など塗らず成形色そのままにパパッと組んでブンドドすればそれで大満足でした。うん、作ったもので覚えているのはガッチャマンの乗り物各種や帰ってきたウルトラマンのマットアロー、サンダーバードものなどなど、あ、吸盤でくっつける水中モーター付きの船などもありましたっけ。今思えば結構贅沢な思い出ですね。子供の頃に作ったプラモデルのプラモデルを思い出すことで結びついている思い出がその時の音や匂いまで思い出しました。以上、放送直前に取り留めのない内容ですみません。今後のお二人のトークを楽しみにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いや、なんか温かいエピソードというか ね、子供の頃こういうことあったあったって思う、うん、ね、ね、うん、いやありがたいですね、トイラジにメールいただけるの ね、なかなかね、メールくださいって言っても、うん、まずなかなか来ないですし、うん、難しい。それ出す方も何書いていいやらとかね、うんうん、意外と難しいもんだけど、まあ、放送直前にガーッとね、うん、長文で書いていただいてね、嬉しいですね。ね、はい、そうね、ということでね、うんうんうん、お出かけでプラも買ってもらえるっていうのはね、そうそう、うん、ね、出先で作るプラもはなかなか子供的にはいいですよね。ねえ、うん、そうそう、大人的にはあのメールにも書いてあったんですけど、あのプラモデルをね買っとけばしばらく静かにね、うん、そうそう、遊べるだろうっていう思惑もあるんでしょうけど、しかもそれで勝手に遊ぶだろうし、うん、ね、組むだけじゃなく、うんうんうん、ね、いや、こういうねエピソードあればぜひぜひ、うん、トイラジ宛てにご連絡いただければと思います。ね、そうそう、なんかいろいろね、トイラジ宛てにこんなこと喋ってほしいとかでもいいですしね、うん、なんか言っていただければね、ね、こんな特集やってほしいとか ね、 そうそう、ね、うん、あなたの考えた特集を僕たちがなんかするかもしれませんし、ね、うん、で、あと番組ではね、ホビーに関する質問も、ね、そうですね、受け付けてます。そう、はい、本当にね、あの絶対ね聞きたいことあると思うんですよ、うん、でみんな我慢してんだね、でもなんか苦手な質問とかでも、まあ答えられる範囲でね、そう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 、答えていきますので、うん、ぜひお気軽にご質問いただければと思います。ね、こんな初歩的なこと今更みたいに思わずにね、うん、もうそういうところ意外とみんな聞きたくて聞けないところありますからね、うん、もう本当にもう質問ね、番組公式ツイッター宛てか、うん、放送の説明文に書いてあるメールアドレス、はい、もしくは動画へのコメントなんかでお願いしますと、はい、まあ、要するに何でもいいよと、うん、ね、ね、うちらに通じるものだったら何でもいいよと、はい、ね、いうことなんで、ぜひともね、うんうん、どしどし、はい、おはがきお待ちしております。はい、うん、はい、
で、同業者さんの扇風機のね、ご応募もこの後ツイッターにアップ予定ですので、ね、もう今日もね、めちゃめちゃ暑いですからね、みんな扇風機欲しいでしょうし、ねえ、タイムリーなプレゼントですよ。ですよ、本当に、はい。では、そんな感じで今月も締めましょうかね。はい。はい、この放送は皆様のお力で運営しております。はい、ご協力いただける方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ね、本当にこれがないと、うん、もう僕らが干からびちゃうからね本当にねえ、うん、なんかね、皆さんに喜んでいただける企画がね、いろいろこ う, そ う, そ う, そうね、うん、いくつかこう話は出てるんですけど、うん、それはもう、ね、実現させるために、ね、壮大な企画が ねたくさんありますけども、壮大がゆえにね、まだできないものもいっぱいありますから、うん、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、ね、夏休みに作りたいプラモデル特集ということで、我々もね、うん、楽しんで、楽しかった、ね、楽しかっ た, 楽しかったね、来月はね、どんな話題にしようか、ね、来月もまた ね何やるか楽しみです ね, はい、うん、またぜひタイミング合えばご覧いただければと思います、うん、お願いします。はい、それではこの番組のお相手は大越智恵と長徳吉高でした。バイバーイ、バイバーイ。